おはるまーる、はるまるです。本日は天王寺三代店のしゃぶさいさんに来ました。今回はあんま来ないしゃぶしゃぶの食べ放題ということなんですけど、今日はゲストがいらっしゃるので一緒に食べたいと思います。こちらの方です。どうもひでろです。YouTube 界の食べログひでろぐさんことひでろさんが今日コラボさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、いっぱいしゃぶしゃぶ食べましょう。そうですね、はい、では行ってきまーす、はい、はるまるさんがちょっとお寿司好きなんで、はい、豚とお寿司のコースってありましたよね。確かに豚肉コースのお寿司付きですね。そうですね、はい、これをちょっとお願いしたいなと思ってます。美味しそうだよ。発展もあるんだよ。これ辛いやつ。おいしい。わーい。行きますよ。はい。わー。おいしそう。お、さっきよりやっぱ違うわ、ね、これや、その10や。これそんな大きいワッフルになるのかな。あ、ちょっと待ってください。いけてますよ。いけます。おー、10。で、これで2分スタート。3、2、1、オープン。はい。お、すごい。ここにないと思ったらここっていう。面白い。ね、すごい、めっちゃ大きくできた。まあデザートも。グルメじゃないです、本当に。なんか初め3本あげてたんですよ、1日。なんか YouTube に慣れようかなっていうのを3本、3本あげてたんですよ。で、なんか絞らんとあかんなっていうので、前、飲食店の仕事もしてたんで、グルメやなっていうので、グルメに。決めて、YouTube 始めたんですか、はい、こうなりたいからとか。あ、YouTube ですか。そうそうそう。結構本当に、
めっちゃ影響力持ちたいです僕は。だから僕があそこのお店めっちゃ美味しいってなるともう人がブワッて行ってお店を助けれるぐらいの影響力持ちたい。それめっちゃ素敵、めっちゃいい、うん、あのトンネルの石橋さんとかのアラートランとかもあるんですよ。困ってる飲食でコロナ禍で売り上げで困ってる人がお店もお客さん来てくれてラッキーでしたね、うんうん、いいこと尽くしなんで、うんうん、本気でめっちゃ影響力持ちたい。1個だけあって一番ここだけはブレないと思ってて本気で一番世の中の人たちを幸せにするチャンネルが一番になれるかなと僕は思ってるんです。確かにここはブレたくなくて、で今じゃそれが誰かっていうとこの本当にもう昔から始められてたりますかね、ちゃんとはじめ社長とか本当にもう YouTube の狼というかもう本当にトップそうです。あの方たちが本当に世の中の人をまあね明るくしていてるんで、あのぐらいまでやっぱりこう行きたいなっていうのはありますよね。いろんな人たちを幸せにできるようなことをね、YouTube をまあ発信していきたいですね。と思いますけど、ね。素敵ですね。なんか影響力を持ちたいってところが、はい、私も同じところがあるので、はい、やっぱ自分が出ることで人の役に立ちたいし、人の夢を応援できるような自分。あ、いいと思います。ありがとうございます。なりたくて、この後押しをするにはやっぱ自分が。背中押すっていう感じですね。はい。でもそのためには自分がやっぱ影響力を持ったりとか、自分自身がやって。見られないと、はい、そうです。ただ応援だけになっちゃう、うん、声だけ出すみたいな、そうです、じゃなくてちゃんとそうやってやっていくのを目指してるから、うん、すごいいいなって思います。 YouTube を始めたきっかけというか、はいはいはい、始めてから僕飲食に絞るまで結構1年ぐらい時間があって。あ、1年も1年ぐらいでそこ、YouTube 始めて1年後ぐらいに飲食をしようって思ったきっかけが、美容師さんがその、まあ、よく行く美容師さんがね、うん、本当に夜ご飯何食べようかなって思った時に、夜ご飯何食べようかなって考えるときが一番幸せって言ってたんですよ。じゃあそれをきっかけ作りできたらめっちゃ幸せな提供できるんちゃうっていうのと、あとは世の中の役に立ちたいって言ってたんですよ。飲食店が僕世の中を盛り上げてるかなって思ってるんですよ。これも本当にあるんで、飲食店が元気なかったからコロナ禍の時すごい街が元気なかったって感じたんで、そうなんですよ。飲食店からこう楽しい、ね、声がいっぱい聞こえてきて、やっぱり元気にマッチをしてると思うんで、だから飲食店、魅力的な飲食店を商売してるっていう感じです。で、応援する人を応援するってなるとね、やっぱりある程度自分にも影響力必要かなと思うので、魅力がないとなって思います。はい、ぜひお願いします。はい、というわけで今日もおいしくごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、たくさん食べて、たくさん喋って、はいはい、すごいですね。魅力的なお店の中で魅力的なヒデローさんの、はい、あのお話もたくさん聞けてありがとうございます、はい、いや、僕も本当にでもお会いできてよかったです。おつはるまー覚えてくださった、覚えてくださった、はい、今回概要欄に、はい、あのヒデローさんの、はい、チャンネルも置いてるので、はい、ぜひそちらも見に行ってくださいませ。ぜひよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、じゃあ今日は最後の締めで挨拶します、はい、せーの、おつはるまーまたね、バイバイまたねって何やったんやろ以上です。ある程度こう、ね、お客あの視聴者とかに見られるようなお店を探したんですけど、これめちゃめちゃ難しくてデートで探すよ、デートでいいなって思う店と違うんですよ。 ある程度、まあ、やらしい話ちょっとね見られるかなっていうお店もね、こういろいろ日曜日で選んだんで、それがめちゃめちゃ大変やったです。ありがとうございます。そんな気遣っていただきまして、そんなヒデローさんでした。今日はありがとうございます。